時からねチケットのね応募開始してて、そうみんなやりましたかそれ。結構ねなんかねやっぱ久しぶりにメンバーに会える機会だから、結構ファンの人も倍率高そうみたいな感じで、なんか当たんないかもしれないけどとりあえず申し込んだって人めちゃくちゃ多いんだけど、でもね確かに最近なんもなんか劇場もイベントもコンサートもなんもなかったから、これがさ8のメンバーにマジで一番会える機会やけん、確かに倍率高そうって言われるのは、あ言われてあー確かにと思ったんやけど、しかも今回ねだっけライブみたいなのもあるじゃん、そのちょうどあれを挟むんだよね今回、あの7周年挟む、いやーみんな聞いて怖いよ、うちらも7年8年目くるで、もう7年迎えちゃったよ、もう7年迎えちゃうから、そうだから8年目になっちゃうから7周年をねちょっと残念ながら6周年結局ねコンサートね神奈川でできずじまいでね終わっちゃったからさ、で今回はその舞台のやつとね被ってるから、なんかそれ含めなんかパフォーマンスもあるじゃんとかさ、いやーねメンバーのダンスパフォーマンスしてる姿も見えるし演技してる姿も見えるしっていうのはマジで今回結構もうなんかリアルに倍率今までで一番高そうって思った。なんか結構土日が高いのは当たり前じゃないですか、やっぱみんな仕事休みだから、でもなんか平日とかでもワンチャン高い日は高そう、てか高くないと困っちゃう逆に、なんか逆にさこうやって言っとってさ意外に見たら倍率そんなことなかったとかさちょっと悲しいよな、それはそれで悲しくない、なんか平日でも倍率がなんかすごい高くてみたいなのが一番嬉しいけど、なんか平日でなんか蓋開けたらなんか倍率そんな高くなかったとかだってなっちゃうからそれはそれで悲しいんだけど悲しいから、まあ、そこはね倍率がこうもうなんかやばいみたいな感じであってほしい、そうなんかそうじゃないとね逆にねなんかねちょっと悲しくなってきちゃうよね、なんか倍率高いって思ってるからさ今そうなんかもう倍率が高い程度もやってるかなと思って、高くないとマジでピエンそう、まあ、低いことはないだろうけど、まあ、普通に高いぐらいがありがたいな、やっぱいっぱい入っててもう満バンバンですって言って、まあ、その755さっき返してたらさなんか去年じゃあ一昨年か去年は参加してないわ、去年は B スクールだったんですけど、私はあの B スクールのメインキャストとしては参加してないんだけど、その前の時に8の単独コンサートやった時ね、キスキスキスをやった時にあの同じ今回と同じ銀河劇場でやるんだけど、あのその時のグッズねあったんだけど、うちわとファイルとなんかバッチだったかながあって、でねうちわはねなんと千秋楽の前の日に全部売り切れたんだわ、てか全部売り切れたの確かグッズが、そうグッズがね売り切れちゃって、なんか千秋楽で一番人が来るのね、もうその時に私のグッズ売ってないっていう状況がねあったんですよ。で今回多分グッズもちゃんと何がグッズになるか分かんないよ、写真とか生写真とかかもしれんし、うちわとかはなくて生写真がとか、今回メンバーが多いからさなんかそういう風になるか分からんけどさ、そのキスキスキスの時はもうリアルにマジですぐ売り切れちゃって、うちも親が見に来てくれてたよねわざわざ香川から、でもなんかもう売り切れちゃってて買われへんくて、うちのグッズをだからパンフだけ買って香川に帰っててんけど、なんかねあの今回はねそうならないようにねしてほしいよね。しかも舞台キスキスキスの時のユリナのうちわのね写りがねめっちゃ漏れてたんよ、確かその当時のグッズにしては一番多分漏れてたぐらい、結構漏れてたよねその時のグッズが、そうその当時でも漏れてたのよ自分が、
そうでね、なんか結構あ初見だってどうも。そうでね、すごいなんか千秋楽に来た人とかがなんかもうゆなちゃんのグッズなかったんだけどみたいなお見送りで言われて、なんかごめんみたいな感じのファンの人と会話したりとか、それこそ755とかでね、そうっていうねショックだったの。だからさ今回はさ、まあ、何がグッズになるかわかんないけど、グッズになるかわかんないけど、いやどうしよう、漏れてなかったらそれはそれで悲しいねんけど、今回はたくさんねいっぱいあの在庫があればいいなって思ってる。去年は在庫を作ってるのが少なすぎてあの足りなかったんだけど、今回はどれぐらい作ってもらうか知らんけど、しかも何がグッズになるかも知らんけど、もしグッズがあったらなんかいっぱい作ってもらえたらいいなと思って、で千秋楽にそれが完売するぐらいだったらいいなって思ってる。そうなんかね、なんかそれでいっぱい作ってもらってさ、結局さなんか全然余りましたとかそれはそれで悲しいじゃん。なんかようてんちゃんこんなに作ったのに結局売れないじゃんみたいな。ちょっとこれからもうちょっと発注集少なくしようって思ったら困るから、ちょっと分かんないけど、たくさん買ってねみんなたくさん買ってねとか言って、何がグッズになるんだろうね今回。真面目の時とか何がグッズだったんだろう、前回の舞台の時ね、何だったんだろうね、覚えてない。私マジムリ、あれ私前回のマジムリの舞台見た気がするんだけどな、見てなかったっけな。前回のマジムリ私舞台見たと思うんだけど、ナナさんが出てたやつ気のせいかな。あいや見てないわ、私が見たのはマジスカだ。舞台はマジムリは見てない気がするな。マジスカは確かね見た気がする。なんかさ SNS でさ、なんかさこういうのがありましたとか写真とか出てんじゃん、ムービーとかちょっとしたやつとか、あれ見て見たと勘違いしてんのかな自分。マジスカを見たよ、小田が舞台のマジスカだったかなにあの出てたやつは見たんですよ。そうそうそう、小田がねそのマジスカの舞台の選ばれた時にメンバー何人かとあのスタッフさんでマジムリの舞台そう見に行ったことはあったんだよね。そうだマジムリは見たないな、マジムリはあれ見たっけな、見てないっけな、ちょっと分かんなかった。あそう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 、ナナさんの演じるネロさんめちゃくちゃかっこよかったっていうのねお聞きした。ちょっと髪の毛パーマっぽい感じの髪の毛だったよね、違うかったかな。いや見た気がするんだけどな、見てないか、もう全然わかんない、だめだ覚えてない覚えてないな。でもドラマは見てたよ、真面目にの、そうそうそうドラマは見てて、でも私ゆりなちゃんじゃん、だからゆりの花じゃん、だからさわゆりなちゃんって勝手に思ってた。あのスカートの裏の刺繍がゆりの花じゃないですか。びっくりした、めっちゃびっくりした、なんか倒れたね今食器が倒れた、めっちゃびっくりした、めっちゃびっくりしたんだけど、めっちゃびっくりした、怖っ、だって今やばい、めっちゃ心臓ドキドキ言ってるもん。怖い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 、シンプルに怖いんだけど、
心臓痛い。ちょっと待ってね。怖い。めっちゃ怖いんだけど、はあ、怖い、はあ、やばい、めっちゃしん、あ、やばい、一瞬息ができんかったわ、怖すぎて。塩だ、塩タラララッタタン、塩、怖い怖い、やばい、めっちゃ心臓苦しかった今、一瞬マジ息できんかった。それあれで、でもこれ魔除けの塩じゃないんだよ、アラジオ。でもアラジオでもいいって言うよね、その魔除けの塩じゃなくて、普通の味の素の塩とかわかんけど、あのアラジオはねいいって言うよね。そうそう、これアラジオです。いや、なんかちょっとね、最近持ち歩いて、あのね、術もしてるんだけど、ちゃんと魔除けの、ちょっとね、前にね、前お仕事でね、そういうのあってから、まあ、ちょっとすごい気分がめちゃくちゃ落ち込んじゃって、自分のなんかすごい、なんかすごい、なんかあまりにも恐怖すぎて、もう気分がすごい落ち込んじゃってね、ドーンって全然上がらなくてっていう日が続いてね、あの本当に親にもめっちゃ心配されたの。なんかずっと元気がなかったから、私のマジ大丈夫みたいな感じに言われて、そう、でこれはその時の仕事の帰りにコンビニであのアラジオ買って、いやちょっともう怖いから、こうやってジップロッなんていうの、こういうファスナーのに入れてね、持ち歩いてんの。まあ、普段はしないんだけど、ちょっと最近にね、そういうことがあったからちょっと怖くて、でここ何日かですけど持ち歩いてるんです。お財布に入れてんのこれ。そう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 、お財布にね入れてんですよこれ。そう、基本的にね、お外に出るときってお財布も一緒に持っていくから、財布の中に入れてて、まあ、それ以外は基本的にこうお家の中にいるから、そう、大丈夫かなと思って、はぁ、めっちゃびっくりしたんだけど、本当に、うん、怖い、マジでびっくりした。心臓痛かったね。何の話してたっけ結局。何の話してたっけな。忘れちゃったんだけど。忘れちゃった、なんだっけな。何の話してたっけ。なんだっけな、忘れちゃったんだけど。あ、そう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 。マジスカのね、小田が出てた舞台はね、見に行ったことあります。でマジムリがどうだったか覚えてない。でもマジムリ確か見に行ってないんだな、うち多分見に行ってないわ。あ、そう、見に行ってない。なんかよくさ、ゲネプロとかのさ、関係者のやつで記事でよく出てんじゃん、映像とかもちょっと、それを見たんだ多分ね。見に行きたかったなっていう確か思いだった気がする。あーめ、ちょっともうなんか変な声出しすぎてめっちゃ喉痛いわ。今日さ、全然声出してないのにさ、今日一声さ突発的に出したせいかさ、喉がびっくりさしてる。今日ずっと黙っ、全然声発してなかったのにさ、今日家から出てないから一言も発してないのマジで。なのにさ、なんか急にさあんなことになったかさ、超さ
それ急に叫んだから喉がしんどるわ今あぶねー。で何の捨てたっけ。あ、そうなんだっけな。そう、今回マジすっかじゃないわ、マジ無理だ。でね、あ、そう、 YouTube にね、そのこの間ショールームで配信あったやつアップね、あのアップされてるよね。そう、 YouTube の公式で上がったんでね、ぜひもし私みたいに見忘れた人がいたらね、あの見れますんで、はいはい。なんかみんながさ、なんかゆりなちゃんの頑張るぞ欲しいっていうのに、なんかりんりんが言われてたよみたいな感じで言われてて、何言われてたんだろうと思って見たのよ、その動画ね。あれしょ、うちのあれしょがん、あの意気込みコメントのやつが、なんかメンバーの誰よりもなんか本当は大人っぽい落ち着いた感じの役だからかなと思ったら、なんか誰よりも一番ルンルンしたフレッシュなコメントだったってやつでしょそうめっちゃ音符とかさ、欲しいとかねそうね、そうなんですよちょっと恥ずかしかったそうちょっと恥ずかしかったんですけど、そうなんですよそういう感じで、まだ見てない人はよかったら見てください。公式さんがね YouTube 上げてくださってるので、うん、そうハレンチ先生やからねイナちゃんらしかったまあね、確かにそう、ハレンチ先生、いや、なんかやっぱ本当にその今回はまあね、ああいう学生がメインじゃないですか、今回あのまあマジ無理とかって基本的に、だから出番は少ないけど、ちょっとその分ねインパクトがね残せたらなっていうふうに、まあ、ちょっと稽古は明日からなんですけど、明日からお稽古始まるんですけども、あのそう、あのあ、今日台本が届いてね、台本ちょっと軽く読んだんですけど、そう出番はあんまないけど、でもちょっとあのみんなに出てそのちょっとのシーンであの目立てるように、いや目立てないといけないんですよ、あの役的に。だってハレンチ先生でしょ、横浜ゆりさんのさエロ先生だったっけの時とかはさ、結構さインパクトあったじゃんね。そうだからなんかちょっとね、あのちゃんと役でインパクト残せたらなって思います。そう、そうだからハレンチ先生頑張ります。ハレンチ先生って名前じゃないんだけどねあだ名がね、そういう感じ。あ、嬉しい。そう、いいの舞台めっちゃ立つの嬉しい。なんかねもう一番最近のライブエアラインが舞台に立ったんですよ。でもライブエアラインって私セリフがねほんと3言ぐらいしかなかったから、なんかちゃんとセリフっていうやつだともうそれこそもうどこまで遡るんだって感じだな。舞台キスキスキスまで遡るんじゃないかなって思うんだけど、その B スクールも私あのなんていうのゲストだったから、そうだったし、なんかそこまでちゃんとってなセリフがあってってなると多分キスキスキスまで多分下がるよねって思ってるんですよ自分の中で。だからもう何年前あれ何年前だっけ、3年前とかかな、3年前とかですっけってなるから、もう本当に3年ぶりにちゃんとセリフを喋ってやるってことかな、だよねきっとね。怖いな、めっちゃ緊張すんの。だから、ね、何が緊張するかって、まあ、セリフ覚えられるかなと思って、
セリ、まあでも覚え、いや覚えられると思うよ普通にそんなないかな、そう覚えられると思うんだけど、だからやっぱその少ないセリフですら覚えられるかなっていう心配と、いやまあでもやっぱ、でもやっぱりね一番大変なのはほらあの各あのあったじゃんボードでも、各リーダーだよね、ゆいゆいとりんりんとなるがやっぱリーダーだから、まあ、あの3人がねあのパンフレットかななんか表紙にもなってるぐらいだから、そうあのね3人が一番多分セリフが多くて一番出番も多いから一番大変だろうなって思うし、その他のね生徒役だったりあの鬼役の子たちもね大変だろうなって思うからね、そうもう全然なんか私より全然役がいっぱいある、役って出番いっぱいあるメンバーがいっぱいいるから、もうそんなに来ると私は全然大丈夫やから頑張ろうと思います。お稽古めっちゃ緊張するんだけど明日からです。ねえぎょうちゃんさ本当にハレンチ先生恥ずかしいよ恥ずかしいよ、どうやってやればあんな風になるんですかね。黙っときゃいいんですけどね黙っときゃなな形になるでしょ、形に黙っときゃなるんだけど喋ったらね難しいんだよね。でもそういうのはねあれだよね、ちょっとどんどん掴んでいきたいと思います、その稽古で、稽古で今はなんかイメージ的にはやっぱ前回の横山由依さんの引き継いでるっていう感じどころだから、横山由依さんのあんな感じのイメージを持ちつつ、もう今回はユリナだからちょっとユリナの、まあ、全然違う先生だからっていうのもありしつつちょっと頑張りたいなと思います。はい、いやー緊張りだねみんなねえ、いやいやいや、ねえ楽しみにしててください。そうなんかねーちょっとね、まあ、その辺に関してはもうちょっと結構始まってなんとも言えないでね、そうなんですよ、とりあえず明日がねお稽古、あ明日からドボン始まりますもんね、私明日からお稽古なんでちょっとドボンのスタートダッシュあのできないんですけど、あのちょっとそんな、ね、申し訳ないですね。でもねなんかね、でもねなんかこのお稽古期間1ヶ月あって、まあでもその期間にその稽古とまあ、パフォーマンスのお稽古があるから、まあ、その割合がどんな感じになるのかわかんないけど、多分ほぼ毎日なんか毎日毎日お稽古ではなさそう多分私、まあ、スケジュールとか何も来てないけど、毎日毎日お稽古ではなさそうな気がするから、結構ちゃんと皆さんに時間告げてできるかもしれない、どうだろうね、どうだろう、ちょっとまあちょっとスケジュール来てないから何も言えないんだけど、うん、そう、いやなんかすごい出番が多いとさやっぱ毎日その今日は何々のシーン今日は何々のシーンっていう稽古をするんだけど、だと出番が多いとさそこ出てる人たちの稽古じゃん、でなんか何々のシーン何々のシーンで通して全部出てることかはほら毎日稽古しないといけないってなるけど、何々のシーンしか出ないとかでなるとそこのシーンをやるときの稽古しか行かなくていいから、そうだからねこの1ヶ月ね言うてねそんなにね私なんかあんまり稽古数なさそうな気がしてるので、あとはそのみんなでやる歌とダンスの稽古がどれぐらい入ってくるかとかにもよるので、そのなんていうの舞台の方のお稽古はそんななさそう、なんかあとはそのパフォーマンスの方のお稽古とかがどれぐらい入ってくるかなっていうとこで結構変わるかなと思ってます。なんでなんかわりかし頑張ればいけるかもとか言ったら異常にダンスのさ それかなんかあれなんでよくあるのが午前中が舞台の演技の稽古します、午後から
じゃあパフォーマンスの稽古しますっていうのもあるから、そうなるとねちょっとね、あのね、そうなると話は変わってくるんだけど、そう毎日ほぼ毎日稽古のなんかその午前中とか午後とかね、そういうのがちょっとよくあるあるなんですね、もうこの辺はね、ちょっとあれなんですけど、そうなってくるとまたいろいろ変わってくるんで、まあ、ね、なんとも言えないんですよね、すいませんね、もう なんせスケジュールも何も知らんので来てないんでとりあえず明日稽古っていうことしか知らないんでね、そう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 、ちょっとねあんまりよく分かってないんですけど、その辺はちょっとまあその辺は決まってからですね、結構だから何にしろももうなんかあんまりあれですね、当てにならんですね私、本当に申し訳ないんだけど、でちょっと本当に今回はマジでとりあえず予選を突破したい、だから予選突破せんと何にもならんから、突破せんと何もならんからとりあえず予選を突破したいので、ぜひね皆さんね、私の推し推しガチャガチャ引いてもらってあれしていただけたらなというふうに思います。あ、ドボンの推しガチャ引いとこうと、残り確かね3回か4回昨日残してたんだよね、それを今日ね引こうと思います、今引きます。皆さん引きましたか？あと3回だ、3回残ってる。ゆいなは10回全部引いた、てか毎回引いてる、自分のレベルを上げるために、もう一回デデ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 ラスト、全部引いてしまいましたね、全部引いてしまいました、これでも準備は完璧です。これで皆さん真面目学園仰天のキャラは何、先生です、学校の先生、いくみだったかな名前、いくみちゃんっていうお名前なんですよね、いくみちゃん、いくみちゃんってもういくみしか出てこんかった、パッと見じゃない、パッと聞き、坂本いくみちゃんですね、坂本いくみちゃんっていう名前ですね、教科ね、確かに教科7だと思いますか、私は知ってるんでね、ちょ言わないですけど、ぜひ楽しみにしててください、何教科か、そう何教科かね、英語かな、だって英語ね、なんか英語のさ、そういう感じのセクシーな先生イコールさ、私あれなんだよね、暗殺教室のビッチ先生っていう金髪のね、先生のキャラクターがいるんだけど、なんだっけ、暗殺者だっけ、あれ暗殺者、そう、あ、殺し屋なんですよその先生も、で金髪のねすごいスタイルのいいビッチ先生、ビッチってビッチの B じゃなくて、ビッチね、ビッチ V の方ね、
でも生徒からビッチ先生と呼ばれてる先生がいるんだけど、でもなんかイメージは私はあんな感じ、わかるかな、多分そのキャラクター知ってる人は知ってると思うんだけど、ねまあ金髪でもないし、あの格好も違うんだけど、でもなんか雰囲気はなんかあんな感じなのかなってちょっと思ったりしてる。そう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 、イメージとしてはね、具体的なこうイメージとしてはあんな感じなのかなって、なんかちょっと不意にこのあれを見た時になんかパッと思ったのが、そう暗殺教室のあのビッチ先生だったけど、まあでもあんなんではないと思うよ。だって髪型も違うし、うん、そうそう、またあれはあれでね違うと思うんですけど、でもなんかその本当に勝手なイメージは、ちょっとまだなんか稽古もしてないし何も言えんけど、全然違うかった。それはそれであれ、なんか言っとうことが当初と違うなって感じ。もう全部憶測で物を喋ってるからね、全部憶測で喋ってるから、これ待ち受けしないでもらいたい。そう、もう全部想像やから。そう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 。そう、稽古前稽古も何もしてへんから。まあ、上映楽しみにしててくださいって感じですね。そう、でも生徒役もしてみたかった。 JK やりたかった。JK やりたかった。でもね、いいな、 JK だったんで、どっちかっていうとね、あの生徒会の方がやりたかった。浜とか浜小田浜尾田セリあのリンリンの方やりたかったな。ちょっとね、うん、生徒会の方ね、ちょっとあの悪いよのーっていう方ね、そっち似合うっしょ。なんか私似合うでしょ。なんかさ、多分あれだよね、誠実的にさ、ゆいゆいたちの方みたいにさ、おとなしくてさ礼儀正しいみたいな、よりかはどっちかっていうとなんかもう反抗してますイエーみたいな方が似合うんでしょ、どうせね。顔の問題だけどね。中身的にはあのどっちかっていうとね、あのゆいゆいたち側の方がね合ってるけど、見た目はね完全にねそっちの方が似合うか、あの白虎だっけ、鬼の方ね、敵の方が似合いそう。そう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 、で個人的に思う。まあでもね、ちょっと JK になりそびれたわ。なんかもう JK なんてさ、役がない限りさなんないじゃん。セーラー服着ないじゃん。だってもうさ年ねいっちゃってるから私。でも残念ながらね、JK になれんかった今回。もう JK になるタイミングのもうないわ、一生多分。もう多分ないわ。悪役似合うっしょ。そうなんだよね、よく言われる、悪役似合うよねって。そうなの、顔が悪役っぽい顔してるんだよねきっと。そう、まあいいんだけどね、別に悪役でも悪役じゃなくても。基本悪役顔なのは自分でも承知しております。悪役悪女がよく似合うでしょ。そうなんだよね、悪役悪女似合うんだよね本当に。そう、七瀬は JK、 なんならあやねちゃんも JK の方。うん、嬉しいんか悲しいんかよく分からんけど、
お姫様が似合う。ありがとう。プリンセス。いやーもうそんなこと言ったら絶対誰かがプリンセスじゃなくて女王だろうって言われそう。え、だってさ、先生だったらさ、自分より年上だもんな、演じるの。だって今22じゃん、第4の年なんね、普通だと。大学4年生だから、なんかちょうどこれから就職で新任の先生で、新任の先生で入るってしても多分1個上だから、卒業しないと新任の先生になんないでしょ。だから1個上なのよ多分。一番若く演じても1個上だから23だ、3だ、23だ。そうだね、うん、そう、23。あ、分かんないけど、もしかしたら同いかもしんないし、22かもしんないし。でも先生だもんね。教育実習生ではなくない？だって先生だもん。教育実習生だと多分教育実習生ってなるでしょ多分。だから同いか、いや、なんだろうね、もうこれぐらいの年齢だな、言うてこれぐらいの年齢ですね、本当に。同いか1個上かぐらい、22、23。じゃないか？わからんけど。そんぐらいだな、言うてな。うん。殴られる役よりいいじゃん。え、私盾やりたかったんだもん、アクションやりたかったんだよ。マジスカとかさ見ててさ、これ盾あるじゃん、よく喧嘩とかの盾とか、あれをねすっごいやりたかったの、そのマジスカ見てる時から。でマジ無理じゃん、え、できるんじゃねワンちゃんとか思ったんだけど、先生だから絶対やんないじゃん。縦がやりたかったの、ゆりな、縦がやりたかったの。かっこよくない？シュッとかってゆいゆいみたいに回し蹴りとか超かっこいい。まあでもゆいゆいは体幹あるからな、綺麗な回し蹴りができるんだろうな。そう、戦いたいな。運動神経はね、良くないですよ。運動神経は良くないですよ。それはもう運動音痴で育ってきましたからね。全く良くないです。でもやりたいという意思と運動神経は関係ないじゃないですか。できるできないには別にして、やりたいって思っただけだから。そう。そうそう。思うことは自由ですから。それができるできないがあったとしても。やりたいなあ、あるかなあ。横山さんはあったよね。そうなの、そうあったよね。なんかね、あのあれ見たよ、記事みたいなやつで見た。そうやってたんだと思って。そうなの。でも私舞台見てないから、マジ無理のって知らないんだけど、そうなの。あったらいいなとか言うてでも運動神経ないからマジでできないんだよね。そう、まあどうでしょうね、わかんないですね。はい、
猫パンチ、猫パンチね、これでしょ、これでしょ、これパンチ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 。そう、うん、時差ありすぎて何についてコメントしてるのかちょっと分かんない。何だろう何についてコメントしてるんだろう。分かんないではね、楽しみですね。私はね、でも私はね、昔のマジスカ見た時に本当にマジでシンプルに激辛さんに憧れたんですよ。マジでかっこよかった。で、私それで松井玲奈さんめちゃくちゃ好きになったんですよ。そう、結構ね、なんかあの横山由依さんもあのマジスカでおたべであの パパと一緒に家族で見てたので、パパと一緒になんかそのやっぱはんなりがすごいよ、すごいなんかわーめっちゃいいと思ったのと、すごい美人で、そうで、それでそれをまずマジムリが気になったきっかけだったの。松井玲奈さんもマジムリの激辛の演技見て、めっちゃかっこいいんだけどみたいな、かっこいいし超可愛くてなんかえって思って、もそれでめっちゃ好きになったんですよ。そう、めっちゃね、あの本当にすごい激辛さんは本当に可愛い。本当に可愛い。なんかでもね、私は激辛さんはちょっとグロかったんだよね。指原さんに鼻鉛筆とか、あ、グロくなかった。こうやってめっちゃ笑顔でこうやってポキッてやったやつをこうやって近づけてきてで , 笑いながら悔しいってでもしたあれだよね、確か指原さんがうわーっていうシーンだった気がする。もう私見てたんさ、むっちゃ昔やからな。あれいつなんやったっけユリナ見てたの、多分中学生とかじゃなかったかな、ユリナがあれ見てたの。そう、え、だからめちゃくちゃ昔やから、あんまちゃんと覚えてないねんけど。そう、でもめちゃくちゃね、本当に本当に怖かった。あのもうシンプルに、もう本当シンプルに激辛さめっちゃ可愛かったんだけど、めちゃくちゃ怖かった。本当に結構やばかったよね、激辛さんね。そう、本当にやばいんだけどと思って、でめちゃくちゃ可愛かったよ。そう、うん、戦うとことかね、あのなんだっけ、歌舞伎シスターズがさ、こうやってさ、つる、こうやってつるされててさ、松井玲奈さんがさ笑いながらさ、血だらけの傘をさこうやってひこずりながら持ってこうやって来てさ、こうやってさ手でさ、こうやってもう 血ベトベトの傘をこうやってさ、やってさ怒ってるって言ってさ笑うのよ。めっちゃ演技上手くて、もう本当にすごいって、もう本当にその時はマジ怖かったけど、でもすごいなと思って、演技めっちゃうまいって思った。そう、あの笑い方もそうだし、表情とかすごい本当になんかって思ったんだよね。本当にそう、めちゃくちゃ好きだった。可愛いよね、なんかそう、めちゃ可愛いんだよね。私はあれで激辛さんが好きだった。そう、あとなんか教室でさ、前田さん戦うとことかだったかな、なんかあの学ランさんのこのヘアバンドとかをさ、こうやって切ってさ、こうやってバーンってやったりとかさ、三章歌舞伎シスターズさんのさ、このセンスと
が遅くてもうチョキチョキ切っちゃったりとかさしてたよね。そう、めっちゃ懐かしいじゃん。でも当時は服的にはあ、でも服的にもすごい好きだった。松井玲奈さんの短いスカートでね、黒のなんだっけ、あれで可愛かった。でも三四郎姉妹さんの服も私ね、その時めちゃくちゃゴリゴリに可愛いのものが大好きだったの。それでこそロリータとかが好きだったから、三四郎姉妹さんの服はほんと可愛かった。めちゃくちゃ可愛いと思って思ってたよねあなたたちは。その三四郎姉妹さんってあれだよね、前田敦子さんはさ、遊具のさ公園のさ、こうやって回るやつにさ手錠をかけてこうやって繋げたまんまさ、めっちゃこうやって回して遊んでたよね。あ、そうスカジャン、そう、それが言いたかった。スカジャンが言いたかったんだよ私は。そうそう、スカジャンが言いたかったんですけど、スカジャンが出てこないっていうね。そう、いやめちゃくちゃ好きだった。まあワンの方ですけどね。そうそうそう、めちゃくちゃ好きだったんですよ。めちゃくちゃ可愛かった本当ね。でも小島さんの鳥小屋もめちゃくちゃ可愛かったの。鳥小屋に覚醒する時あったじゃん、あの鳥小屋に閉じ込められてさ、なんか出してみたいな感じ言っててさ、いやーみたいな感じで言ってパッて見に行ったら鳥小屋に覚醒してたみたいなやつね。そう、うんうんうん、そうめちゃくちゃ好きだった。こっちでカクンってやってて「見えた!」って言って、めっちゃあの「見えた!」っていうのもね、まあ、小島さん声かわいいからめちゃくちゃすごい可愛かった。めちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃ可愛かった。そうで、あの耳元でね、ささやかれる言うてね。そう、ねえ、急にコメント欄止まるっていう謎の現象まあいいけど、そう、めちゃね大好きだったな。真面目でもね、そのマジスカの次のやつの、先輩方が卒業したりとかしてのやつの、あれあれ、激辛さんが甘口になったやつ、めっちゃ可愛かったよね。甘口になったやつね、すごい可愛い、めちゃくちゃ可愛い。あの怒っちゃダメってやつめちゃくちゃ可愛くて、可愛いってすごいまあその時ファンだった、普通に視聴者だったから、本当に本当に可愛かった。そう、あ、そう、ゆうこさんと約束したね、ゆうこさんと約束したんだって言ってね、いうセリフがあったと思うんですけども、そう、めちゃくちゃ可愛かった、めちゃくちゃ可愛かったよ。本当に可愛い、マジで可愛い、めちゃ可愛い、本当可愛かったな。あれでめっちゃ好きになったもんな、個人的に。いや本当に、よいよいよいよ、曲もめっちゃ好きだった。マジスカロックンロールとか、そう、マジスカロックンロール、タタロタナナナナナナナ、
間なんか飛ばしてたって始まらねえ、マジサカロカンド。え、すごいハマってた、その通り。あ、なんか英語で書いてくれてるけど、ちょっと全く読めへん、なんだ。 Try to say なにゃにゃにゃ何かを言ってみて、チャレンジしてみてってことやらないけど、わからない。めっちゃ好きやったな曲。待って、マジジョテッペンブルースもあったよね。マジジョテッペンブルース、ま、ほんと大好きだった。マジスカ、え、マジスカ本当に深夜だったから、寝てて起きてはなかったから録画して、香川でもちゃんと放送されてたんですよ。録画して、あの、家族で見てました。はい、家族で見てたんですよ。で、その後も普通に DVD レンタル屋さんで DVD 借りて、あの、見てたぐらいすごい好きだったんですよ本当に一番最初のさ、ピンポンみたいな感じさ、なんかその演技はなんか素人がやってるんだよね、ねねねねみたいな感じさ、おりゃーみたいな始まる仕方するじゃん。すごい好きだったんだよね本当に。オタクでしたね皆さんと一緒ですよ。皆さんも好きだったでしょ、マジスカ。同じく、いや、よきよき。このさ、マジジョテッペンブルースのさ、最初峯岸さんがさ、放送室の始まり方するじゃん。え、しないっけ、すみません。あ、ほら始まった。ほら、ほら、この始まり方もすごい大好き。マジスカロックンロール。意外にね、こういう曲私コンサートでやってないんですよ。マジジョテッペンブルースとかマジスカロックンロールとか、そう。これさ、めっちゃもろいよね、この MV も。これ10年前だって、ゆうな、小学生だわ。小学生です、じゃあ、見てたの、小学生だ、うち。10年前だから、ちょうど小学校6年生とかかな。この MV が10年前ってなってるから。小学生だね。うん、中学生になるかなるかならないとか。あ、この「いくない」っての大好き。あ、この指原さんのこの曲だ。ほらほら合ってた。いや、一時ほんとハマってた時はもう毎日聴いてた。もう最近久しぶりに聴いたわ。ペインに行くぜ、ここから階段を登って、マジさてペインに行くぜ、いたつよ。え、めちゃくちゃ好きやった、毎日聴いてた。やばいな自分、それ久しぶりに聴いたわ。で、このセリフもめちゃくちゃ言ってた。なんつか、え、これは多分好きな人あるある、このセリフをあの言うっていうね。みんなも言った、言ってたやろ。あ、これ好き、道案内させてもらおうかって。あ、これも好き、歌舞伎シスターズ参上、お前のためにある、大好き。セリフもめっちゃ言ってたんよな、曲に合わせて歌うときに。
そう、ラッパッパで狭い階段ぶつかってもらいましょうか。覚えてた。何上には来させねえ、ラッパッパが受けて立つぜ、下で生きがるヤンキーたちよ、うちらの足、あ、プライドか、見えねえか。大好き。食ってて。あ、大好きなレナさん来たよ。分かってる？見えた。あ、もうここ私の大好きな二人が並んでるっていう。かわいい。あ、ほら見て、三少姉妹さん、かわいい、マジで。マジ喧嘩をしたって大好きだったな。いやー、めっちゃ懐かしいんだけど、エモいエモい。エモいエモい。これねえな、青春の忘れねえ。やばい、久しぶりに見ると最高なんだけど、やっぱりやばいやばやばくね。ドゥルドゥルドゥルドゥ、かわいい、マジでみんなかわいい、本当にやばいね。10年前か、すげえな。時立つの林だね。だってこれもう私視聴者だったもん、大好きな。うち視聴者から見てよ、もう今 AKB だで、ね、しかもマジ無理学園。こう本当にいつかね、なんかね、こういうねやるのが夢だったんですよね。本当にマジでてっぺんブルースとマジスカロックンロールか、もう一個マジスカロックンロール。あ、喋るよ。かわいい。めっちゃ面白いんだけど、最高だね。いや、めっちゃ懐かしいわ。よくこの曲に合わせてめっちゃセリフ言っとったもん、うち。めっちゃ言ったな、懐かしい。あ、来たよ、マジスカロックンロール。あ、勝てねえよ。行くぜ。ロックンロール。楽しいことばかりじゃねえ。せきてはとおるね、道。一発ここでやるしかないじゃん。プチンと何か蹴る音がした。校舎の裏呼び出されて戦った、言ってるなら。え、懐かしい。でもさ、私一回もパフォーマンスしたことないの。なんでって感じじゃない？マジスカロックンロール息が出るだけじゃん、なんか飛ばしてたって始まらねえ。マジスカロックンロール力見せつけたいなら、ここでタイマーハンドオンセー。
ゃん。てててててててじゃん。ててててててじゃん。あ、2番あまりわからん歌詞。わかった。あ、ボコボコにしてた。星で染めたって こう見るとさ、みんな衣装かわいいよね。めっちゃ個性あってね、すごいわ本当に。めっちゃ、ていうかみんなマジで顔面が本当にお強い。私これ久しぶりにさ、コメント欄見るのとかめっちゃ楽しいんだけど、この月日を感じるよね。マジすっかりの感動、生きてるだけじゃん、なんか飛ばしてたって始まらない。マジすかなかんだ、力見せつけたいなら出たい、今反応せちゃちゃちゃショータアチュ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 Thank you. あー、かっこよいな。最高だぜ。しおりの手羽先、わかる。最高よね、あれね。いやね、ヤンキーマシンガンね、あんまりわかんないんだよね、曲。でもね、確かこれどっかでやったことある気がするんやけどな。確かね、どっかで一回やったことある気がするんですよね。気のせいかもしれんけど気のせいだったらごめん。なんかやったことあるかなって思ってるんやけど、分からん。嘘かもしれん。わしの記憶も曖昧やからね。もう7年もやっとったらもうあとなんかさ、よくさ、あるのが大きいコンサートでとかね、あれあるじゃないですか。大きいコンサートでサビだけやったとか、そうそうそうね。あ、これヤンキーマシンガンね、今いいのが口ずさんでの。でもあれも好きよ。あの、なんだっけ、
ヤンキーソウル。マチちゃんマチちゃんマチちゃんマママママチちゃんちゃ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 。もっと水をあげないよ。ラッパアッパの音にだって前を邪魔するやつは喧嘩上等やるいけないやるいけないないない。パーファーなくにあって一発蹴りをつけようぜ。パーファー生きていって感じがするぜ。おーおー。ものがあるプライドさ譲っちゃいけないものがある。おーおーヤンキーソウル。やば、ちょっと懐かしすぎる。何年ぶりに聞いただ聞いたんだろう。キャーキャーキャー。つけにもつけようぜ感じがするぜ。あ、マジ？ちょっと待って。え、今さ、なんかさ、家族がさ、LINE 来てさ、あのさ、出川さんの充電させてくださいがさ、香川でやってんだって。今コンピラさんと秩父ヶ浜だって。今コンピラさんってね、親から連絡来たよ。みんな見てみて。ちょっと私テレビつけられないんだけど。だってつけたら音鳴っちゃうからさ。見たい。ちょっとみんなテレビ見てる人ちょっと見てみてよ。香川だって、コンピラさんだって。ちょ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 。みんな見て見て。なちゃん見れないんだよね。前遭遇したの？すごいすごいね、それは。わお、うらやま。うらやま。じゃあちょっと一瞬さ止めて、あれテレビつけて無音にしようかな。テレビを、音はないけど画像だけ見ようかな。うちもちょっと一瞬一瞬切ります。つけたつけたつけたよみんな。ただゆりなちゃん音を流してないからあれだけど、でもテロップ入ってるからね、まあ、言ってることはなんだかんだわかる。CM になっちゃった。 CM になっちゃった。そっかそっか。何がそっかなんだっけ。殴り合って一発蹴りをつけようぜ。あ、再放送なんだ。生きているって感じがするぜ。おーおー、いやー懐かしいの。譲っちゃいけねえもなんか。あ、おーおー、もう完全に一般人化してたけどね。まあ、言うてもともと一般人だから言うて変わらんしな。だってこの永大なる方々にあんまお見受けしたことすらもないかも。今で言うて同じさ所属しとるけど、まあ言うて天と地の差やから。物がある、たかがちっぽけなプライドさ譲っちゃいけねえものがある。もう理屈じゃねえぜヤンキーソウル。
まあ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 、ちょ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 まちちょまちちょまちちょまあ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 、ちょ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 ヤンキーソウルよろしくだって、いやかっこよいよい、いやゆいな、でもああいう感じでヤンキーのセーラー服だったら絶対似合うと思うねんな、自分で言うけど、もうさもうさもうさ自分で言うけどさ、半分自虐でね、ファンの人にさ、なんかヤンキーなのとかヤンキー姿似合うよねってよく言えるから、もうなんなら絶対マジスカ似合うねんな、自分絶対似合うと思うねんな、セーラー服でもあんだけセーラー服の形が変わってて個性出てる感じだと、いや絶対似合うと思うねん自分いやもう半分自虐やけどこれは、いやもう開き直って似合うと思う、似合いそう、似合いそうやろ、そうやろ、そのめっちゃ言われんねんな、もうだって何もしてんのニャンキーみたいって言われるぐらいだから、絶対似合うやんそういうやつ、どんすか似合いそう、あー嬉しい、ゆうこさんのいいよね、短乱の短乱のロンスカかっこいいよね、でもいいのミニミニも好きよ、それこそあの激辛さんみたいな感じのミニミニも好きよ、ミニミニもミニ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 タケタケ、始まった。そうミニミニタケタケ。そう。嬉しい、アンニンさんと同じ美形ヤンキーが似合うだって。かかってこいよーって。ね、本堂も行くかね、揉めてる、あ登るのね、あの階段登るの大変やもんね、確かにあれを登ろうとするのはなかなか大変な気がする、嬉しい、 TDC の方向でゆなちゃんだけ系統が違ってたのも似合ってたよだって、ありがとう、そのゆなちゃんだけね露出してたし、なんかゆなちゃんだけみんなね優等生みたいな服装の制服だったのに、ゆなちゃんだけなんかどうした反抗してる子なのかっていう、一人だけそう系統の違う、あの違うなんかねそういう感じだったんですよ、そう一人だけなんか系統なんかくれてんのかなあの子だけみたいな、いやあの子は絶対ライバル校でしょっていう感じの子が一人混じってたんです、それがゆりなちゃん、そうだ、ある意味目立ってたでしょ、そうあんだけみんな優等生みたいなね可愛い子ちゃんの中に一人だけおおおみたいなのが目立ってたから、ある意味目立ってて美味しかったです、そうそうでしょ、あれは衣装さんが決めたんで、私じゃないよ、あれ衣装さんが決めたんですよ、そうそう、今回と同じ、あ今回と同じですかね、そう、かき氷食べてる、美味しそう夏だね、だって冬だとこんな格好してたらやばいもんね、夏の再放送なのかこれ、真面目にいっぱい申し込んだよだって、おーありがとう嬉しい、待ってます、そう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 、
そう、お土産屋さんいっぱいあるんですよね。そうなんですよ。ただ階段めっちゃきついからね、私も。いや、登ったことあるけどさ、何回も。本当によくね、なんかね、あれとかだとね、学生、あの初詣とかかな、あのめっちゃ人多いんだけどね、学生さんとか野球部の人とかがよくね、やってる、走ってる、走ってるか、飲むようにしてる。そう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 。なんか前、その結構昔だけど、3年前とかかな、友達とコンピラさん登った時は、あの野球部の人たちとかね、学校のね人たちとか結構ね、あの降りててすれ違った。そう、なんか多分部活でその神社お参りみたいな、多分あのなんていうのしたんだろうね、きっとね、祈願的な感じで。でもね、運動部からしたらいい、多分体力トレーニングなんだろうね。うん、じゃない？だってよくなんか運動部って階段上り下りめっちゃさせられてるイメージ。そう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 、だからなんかそういうのでなんか超いい運動っぽい。だからもう本当に途中で帰りたくなる帰りたくなる、めちゃくちゃ。競争なんの？でもちっちゃい子だったら確かに競争だよね。なんかあそこまでどっちが行きよいのみたいな感じだろうね。お、着いたよ。片壁ゴール。すごい、イエーイってやってる。最近行ってないな、行きたいな。え、ゆなもお守り持ってるよ。持ってる持ってる。あれ、あ、リュックだ。ママがね、買ってきてくれてね、あのリュックにつけてます。ちょっとなんかリュックが一番ね使うと思ってつけたんやけどさ、全然仕事せえへんから、リュック使う出番がないから全然あれやねんけど、リュックについてるわ、守り。今年の守りはマミーが買ってきてくれました。お、御朱印でもこれ降りるってことよね。降りるのもまだ大変やね、これ。暑そう、夏は本当にきつそう。暑いしね。でもね、降りるのはね、降りるだけだからね、楽なんですよね。登るの方がきつくない？降りるのって結構重力に任せなんかタタタタタっていけばさ、いけるけど、登るのって本当に足腰痛いよね。暑いし汗かいちゃうしね、本当に。夏は本当大変。
絶景のゴールへって。降りる方が膝に負担かかるのよ、だって。ああそうなんや。いいな、降りる方が楽よね。だってほい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 って降りれるじゃん。まだ若いってことかなって書いて。いや、行ってたんが若い時やったからな、言うて10代やったからな。20代になってから行ってないけんな、コンピューターさん。ちょっと20代で行ってなったらまたちょっと変わるかもしれん。そう、今は分からん。今行ったらもしかしたら下りの方がきついかもしれん。ただ10代の時行ってた時はもう下りはめちゃ楽やった。だって上りあんなに時間かかったのに下りめっちゃ早く帰ってこれるからさ、そう、えって思ったもん。なんか上りってさ、すごい大変や、あー長いってなってたけど、もう着いたって感じだった。そう、若かったんか、そういうことね。あ、若い証拠って証拠だ、若い証拠ってことね。ありがとうございます。イエーイ。でも心はピチピチやから、みんなもそうやろ。みんなも心はピチピチやろ。なんかこれバイク乗って風とか気持ちよさそう。ピュンピュンピュン。秩父ヶ浜まで5キロやって。ゆいなもね、秩父ヶ浜行ったんよ。あの夏、去年の夏写真あげたでしょ、ツイッターとインスタに写真あげたし、動画もね載せたんよ、ツイッターに。ちょっと遡ったらあると思う。私がね必死にね、あのカニを追いかけるんだが、もうほんまにえらいどんくさいあの動画見てくれた人だと分かると思うけど、いやほんまにどんくさい。追いかけ方がまずどんくさい追いかけ方やし、あの時はめっちゃ「えカニや!」と思って必死でさ、こうやって追いかけてた。それをさ妹が動画で撮ってくれてて、そうね、後で見てんけどさ、いやびっくりするぐらいどんくさい走りいやめちゃくちゃどんくさそうだったよ。そう、よかったら多分めっちゃ Twitter 遡ればあると思う、その頃見てなかった人とか。そうそう、めっちゃ必死やったからカニを取得することに。そう、めっちゃカニ早いんやって。じゃあカニ追いかけたことある人だと分かると思うんですけど、カニって捕まえられへんから。あとなんかちっちゃいとこに、あのちっちゃいとこにある、あのなんていうの、ちっちゃい魚おるやん、あれも捕まえられへんかった。やっぱあれ網が必要やな。今度海行った時は網持ってこ、めっちゃガチの人みたい、網持ってこうとか言ってね。お気に入りの動画ありがとう、嬉しい。あ、そう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 、 STU のね、あのそうです、ロケ地でしたね。 MV 撮影してました、あそこで。そう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 です、そうです。海とかさ入ったんさ、何年前のロスの
タモニタンビーチだったっけ、有名なビーチあるじゃん。あれに行った以来海とか行ってへんわ。あの時はね海にも入ったんですよ。そうでね、ひじこがねそこでね買ったねメガあのグラサンを秒でね潮に流されてなくすっていうことをねしたんですけど、めちゃくちゃあの時に、そうあの時の夏の海が一番最近の海ですね。サンタモニタビーチか、そうあれが本当にあの最近の、それ以降海行ってへんし水着も着てへんわ。そういや、そうなんですよ。懐かしいな。やん、行きたいね。そう見に来たわ。ああ水着はねビキニじゃなかったですよ。あの時行ったあの服部が挙げてたじゃないですか。そう服部ビキニやったけど、私はビキニじゃない、残念。皆さんの望んでたビキニではなかったです。でもあれもね、ちょっと私水着なくて、それこそで水着がなくて行くってなってもうめっちゃ探したんよ。でそれで発送がネットでね頼んだんやけど、発送がねそのもう2日3日とか届くやつじゃないと間に合わなくて、でもそれですぐに届くやつを探して買ったんよね。そうだからなんか そこまでなんかこれ可愛いって思ったりとかしたいろんなのいっぱいあったんだけど、でもなんかそれだと間に合わんのよ出発に。だからそうと思って急遽買ったやつって、でもめっちゃ可愛いのよ普通に。スカートで、スカートって言った時点でみんなちょっとえって思うかもしれんけどスカートで、ああ縮むが浜ついたんちゃうこれね。そうスカートでチェックのスカートなの、白黒でモノクロのチェックのスカートで、あの全部つながってるやつ、スカート履くとかじゃなくてもうスカートになってるやつで、上もこういうこうもう本当にみんなが好きなやつじゃなくてごめんって感じだけど、こういうやつで肩にフリルがついてて、黒のこういうハート型みたいになってるやつなの、ここのとこがこうハート型になってて、で、あばらのとこぐらいからフリルがあって、でお腹もねこんぐらいしか見えてないのよ。そうそう全然露出してない水着全然露出してない。まあみんなからすると全然嬉しくないかもしれんけど、でめっちゃ、ね、水着自体は本当にめちゃくちゃ可愛いんよ。私はあの水着超お気に入り、今でも持ってる。1回しか着てないから、その時1回着てその後ねその子活躍がないから本当かわいそう。そうめちゃくちゃね可愛いのよ。あすごい写真撮ってる、てかめっちゃ人多い、すごい人集まってるんやけど。あウユニ塩湖、ウユニ塩湖言うてんで、すごい終わった。瀬戸内海いいっすよね。いやわかりますわかります、本当に So pretty だって。やん Thank you イエーイ。そうなんかさ何話してたか忘れたけど、まあそういうことよ何話してたっけ忘れたけど、そういうことよそういうこと。あ終わったわテレビ消そう、まあ、そんなことですよ。何話してたっけな。そう私ビキニ着たことないんだよねガチで。まあ書いたけどさあれにも、えマジで着たことないビキニとかやばこの年で着たことないのもやばいと思うけど
え、だって今までも絶対下スカートのやつだったもん。今までの水着、歴代の水着全部全部下がスカートになってるやつしか履いたことない。やばくない？みんなが好きなあのこういうやつは、こいつか、こういうやつかな、履いたことない。そう、AKB もね、昔水着ね、夏曲、夏シングル水着やったからね。最近は違うけど、そうなんだよ。でもみんなが好きやろ、こういう三角形と三角形、三角形三つのが大好きやろ。でみんなね、三角形三つのとかマジ着たことないわ。全部四角形四角形しかないわ。わかる？こっからここ全部隠れてる、こっからここ全部隠れてるんですか。え、でも可愛いんやで、四角形のやつも可愛いんやけどな。私は好きなんよ、そういうのが。スカートが好きなの。そうそう、あの昔からやねんけど、そう昔からスカート大好きで、そう水着もだからスカートのしか持ってない、てかスカートが好きなんよ。だから選ぶときは絶対スカートが好き。スカートを選んでしまう。スカート上も四角形のが好き。え、でもかわいい、かわいいけどな。ねえ、みんなはどんなに嫌なのか。トゥダイ、かわいいのに。私はそれが大好きです。そうですよ。でみんなはあれでしょ、あの隠れてるのが少ない方が好きそう。私は隠れてるのが多い方が好きやけど、まあ、デザインによりけりやな。結構水着もさ流行りとかあるやん。それこそ去年とかはさオフショルのが流行ってたやん。こういう私服、ほんま服みたいなのが流行ってたやん。こういうオフショルの水着が流行っててやんか。そう、流行りもあんねん、水着にもいろいろね。そんなのいろいろあるのよ、皆さん。おお、そうなのか。ふむふむ。楽しみだな。これはいつなんだ。あ、ちょ、全然違う話してるからごめんね。3月27なの。そうなの。あ、めっちゃ違う話、ごめん、めっちゃ今個人的な話してたわ。3月27から始まんねんや。録画しないと舞台初日やん。いい、楽しみ。そっか、第1ちゃんとザペグイス、読めへんわ。あ、そうなんだ、楽しみ。トレンド入ってる、すごいな。待って、なんか普通にシンプルに思った、そろそろ充電やばいかも。ゆりな、これ携帯普通にさあれしとるけど、シンプルに
多分もう充電がやばい。ちょっと待って待って待って、ちょっと充電しよう。でもね、なんかさ、さっきさ、あのエモい聞いてたやん、マジスカロックンロールとかマジドテッペンブルースとか聞いててね、でうち今日さ、めっちゃさ、パッとさ、あの曲が頭に出てきたの。何の曲だったかな、忘れてた、ちょっと待ってよ。パッとね、曲が出てきたの。え、めっちゃ懐かしいなと思って、何の曲やったかなと思ったら、ウーバーワールドさんの、あのなんかタイトル忘れたわ、なんだっけ、調べるの、ブリーチのあのどっちだったかな、オープニングエンディング忘れたけど、テーマ曲を担当してた曲で、6年前のやつなんだけど、これなんて読むかわかんないんだよね。Dテクノライフっていうもんかな、ウーバーワールドさんのこの D テクノライフで合ってんのかな、 D-テクノライフ、英語全部読み方合ってる、これ合ってる。そう、この曲がね、めっちゃ怖くない、急にふーっと振ってきて、なんかうんってなって、え、めっちゃ懐かしい、何の曲だっけなと思って今日聴いてたんよ。だから今日ね、久しぶりにね、ちょっとアニメの話じゃないよ、普通にこれ音楽の話ね。私基本ね、ちょっと本当にこれは勘違いしてほしくないのが、基本ね、私音楽聴いてるってなるとアニメのあの主題歌しかあんま基本音楽知らないんですよね。そう、私基本普段聴いてる音楽がアニメのオープニングエンディングの曲とか、まあ、あとそのオープニング担当されてて、あ、この方が担当されてんのやって、で、あ、他の曲何なの歌ってんねんやろっていうので聞くことが多いねんか。だから基本的に私音楽だとね、まあ、そういうに偏ってしまうのよ。そうデビューシングルなの。そう、これでね、デビューでね、ブリーチのその主題歌に抜擢されるという、もうめちゃくちゃすごくて、この曲めちゃくちゃいい曲なのよ。聞いてみんな、めちゃくちゃいい曲やから。これ久しぶりになんか降ってきて、自分に久しぶりにブリーチのあの主題歌とかをね、ちょっと久しぶりに振り返ってた、懐かしいと思って、意外に覚えてるもんやな自分って思って、やっぱその頃好きだったアニメとかドラマとかの歌しか基本的に聞かないから、ゆりなは基本的に昔はね、完全にアニメのオープニングエンディングとかしか聞かない人だったんで、ハマったらそれっていう感じの、もともとそういう人、今でもそう、音楽は完全にそう、ほとんどあんまそういう感じしか聞かんから、それ以外はあんま聞かないんだけど、そう、めちゃくちゃね、久しぶりにね聞いて、めっちゃいい曲よ、本当に歌詞が最高だった。久しぶりにこれを振ってきたんですよ。でね、見ながら聴きながら、あ、めっちゃいい曲やって思って聴いててんな。おすすめ、おすすめな、おすすめな音楽っていうか、今日聴いた音楽マジでめちゃくちゃいいよな、本当に。いや、みんな聴いてみそう、めっちゃな、いや結構アニメの主題歌とかめっちゃいい曲多いで、ほんと感動すると、感動する曲めちゃ多いでな。言われんでも分かると歌えへんねんな、ここでな。ママがウーバーワールドさん好きなんな、確か。ね、めっちゃいいよねこのギャグ。いや好きだわ本当に。私はいつもカラオケで歌う曲は、あのチェンジと少女 S っていう曲はもう絶対歌う、お気に入りのソング。あとフレンチキスさんのかっこ笑い I love you、 この3つはね、もう毎回歌う、大好き。
そう、なんかアニメの話してるんじゃないんやけど、私も音楽がアニソンしかないから知ってるの。アニソンかボカロしか知らんから基本的に。そう、もうあのほんまに申し訳ない、なんかねアニメの話してるんじゃないんよね。そう、基本的にそうなっちゃうの。私が聴いてる聴いてる曲がアニソンしか聴かへんから、そう、もう仕方ないのよ。これまではもう仕方ない。もう他の曲言われても逆に分からん、なんやろなんやろってなっちゃう逆にね、あの逆にそのこのそれで知って他の曲を聴くってことはあるよ。あのウーバーワールドさんだとあれ好き、一滴の影響だっけ、もうめっちゃ好き。一時めちゃくちゃハマってすっごい聴いてた。合ってるよねタイトル、一滴の影響で合ってるかな。あれもめっちゃいい曲よ本当に。合ってる？めっちゃいい歌詞だってさ、言えない痛み悲しみで傷ついた君、君を消せない過去も背負い合っていこう、生きることを投げ出さないで繋いだ君の手を、だっていつか失ってしまうのかな、薄れていく笑顔と君を守りたいから、響く僕を呼ぶ声さえ枯れ、時に漂う、あ、これ何？風にかき消されたで君を見つけ出す、だってめっちゃいい曲だな。マジで一曲よな。一滴の影響、あ、合ってるわ、一滴の影響で。これ何の主題歌だったんやろ。これもね、なんかのね担当曲なんですよ確か。違うんかな、これもなんかのねアニメのね担当してるはずなんだけど、あ、青のエクソシストだ。青のエクソシストのが多分一滴の影響ですね。青のエクソシストだ。そうなの。でもねユリナはね残念ながらね順番が逆なの。一滴の影響を聞きが先だったので、その後に青のエクソシストを見て、アニメを見て、えっこの曲青のエクソシストの曲やってんかってなって、へえー、そうなんや、びっくり仰天だったんですよ。そう、これ逆だったんで、先にこっちの曲を聴いてからのっていう感じ。この曲もめっちゃいいねんね、歌詞な、すごい好き。そうか、私これ曲から入ったんですよ。めっちゃこれ曲、この歌詞めっちゃいいからほんと聴いてほしい。知ってる人多いと思うねんけど、知らへん人も聴いてみて。マジで、え、私これ初めて聴いた時涙出た本当に。これは先にアニメを見る前に歌を聴いて、でそれででたまたまね青のエクソシストのアニメを見たの。そしたらなんかこれ、え、これウーバーワールドさんが歌っててんかってなって。そう、ウーバーワールドさんはねいろんなねアニメね担当、結構ねすごい有名な人っていっぱい有名なアニメの主題歌担当してるよね。そうでね、これは本当に曲聴いた時私涙出たの、泣いた。そうそうなの、うん、情緒不安定だったかもしれんけど、いや分からん、なんかあれなのよ多分。その時に合ってないのも、自分のその時の自分の心的にこの歌詞がすごい合ってたから、多分日々めっちゃ響いちゃ、めっちゃ響いい曲やねんね。だからそれ以上にめちゃくちゃ響いて、涙出た。ほんまに感動した、めちゃくちゃ。そう。これはめっちゃ元気出る。聞いてみてみんな後で。めっちゃ大好きなの。
てか有名な人は結構いろんなね有名なアニメのね曲をねシンプルに担当めちゃくちゃしてる。うん、そう、めちゃくちゃね本当に有名な人は本当にいろんな有名なアニメのいろんな担当してるから、もう本当に本当に、いやもう覚えてない何が担当されてたかってちょっと覚えてない本当に。そう、これはマジで大好き、この曲は大好き、一時こればっか聞いてたもん。いいな、え、めっちゃいい。だって一番いけないことはさ、自分はダメだと思うことだって、誰のせいでもないことを自分のせいにしないでって、立ち止まらないでって、いやめっちゃいい歌詞すぎ、いやー本当に涙出そうなぐらい、うん、これ聞いたら泣いてまうわほんまに。多分みんなも泣いてまうで、これ聞いた時初めて聞く人がおんねんやったら。めちゃくちゃいい歌詞やから、歌詞も見ない見てみて、めちゃくちゃおすすめ、おすすめだよ。私はねあんまりねそのアニメの主題歌しか知らないんだよな、曲を。なんかその他の曲入れたらちょっとあんまりよくわかんない。そうだ、ちょっとおすすめするものがねなさすぎてね、ちょっと申し訳ないんですけど、本当に私はアニメの主題歌ぐらいしかおすすめすることがない。だから知らん曲をそれぐらいしか聴かん。じゃあちょっと久しぶりに教えて行点をするんだけど、ちょっと待って、どこまでやったかな。ちょっと待ってね、腰がちょっとどこまでやったか。よし、じゃあ教えて仰天を少しだけやります。少しだけっていうか、そんなにないけど、ちょっと待ってね、私もこっち向いてたら、ちょっと腰が痛いから、ちょっとこっち向くわ。ちょっと総理、ちょっと椅子に対して正しい姿勢に戻るわ。ちょっとごめんなさいね、ちょっとこうしとったら腰がね死にそうになっとる今ごめんなさいね。じゃあ行きます。はい、ガリガリ君を販売している、これなんていうの、読めない、なんとかジョンのチョコミントが気になるのですか、食べたことありますか。え、待って、私これ初めて見たんだけど、え、これ初めて見たんだけど、めっちゃ美味しそう。赤木乳牛だって、赤木乳牛さんね。え、めっちゃ美味しそうなんだけど食べたことない。めっちゃ美味しそう。え、これは食べたことないっすね。え、食べてみたい。見たことないんだけど、いいな、これ超美味しそう。え、これちょっとね食べてみたいと思います。そして続きまして、将来活性基地
基地建設の第一歩となる NASA の火星探査車が火星に無事到着しましたね。もし火星に広い土地を与えられてユンナランドを作ることになったらどんなテーマパークを作れますか。そうですね、どんなテーマパーク、とりあえずお菓子の国を作りたいと思います。まあまずはそこでしょう。ゆなちゃんといえばお菓子大好きマンですから、ご飯よりお菓子を食べていたい人間ですから、やっぱもうそこはお菓子ランドをやっぱり作ろうかなと思いますね。はい、まあそこがまず一歩かなと個人的にはいやー思います。どうでしょう皆さん、美味しそうじゃないですか。いやもう私なんてお菓子の家とかあったらもう最高ですね。私の保育所の頃に私の将来の夢はお菓子の家に住むことですって言って言いましたっていう懐かしい思い出があります。そう、かわいいよね。お菓子の城ってあるよね。だってあ、そうなん、初めて知った、知らんそれ。そうなんや、初めて聞いた。そんなんあんねんやほんまに。へえ、ええー、な。でもアリめっちゃ寄ってこんか心配やな、お菓子で作ったらな。そこがちょっとしんどいわ。続きまして、最近あんたロケロケでオカルトエイトが安定ですけど、たまには他のロケも見てみたいです。ゆりなちゃんがやってみたいロケは何ですか。そうですね、ゆりなちゃんがやってみたいロケ、食べるロケ、私の大好きなお菓子を食べるロケ。お菓子お菓子うるさいって言われそうやけど、私の大好きなお菓子を食べるロケ。うん、あとはなんかさ、この間さ、ももちゃんとさ、服部が行っとったさ、ジムみたいなやつ、あれもめっちゃいいなと思ったしね。今までね、ジム行ったことがないんですよ。フィットネスとかかな、あれって。なんか前だとさ、なんかあれだよね、下尾が行ってたみたいなやつだよね。で今回その服部と大西が行っとったけどさ、めっちゃいいなと思ったし、ああいうのに行ったことがなくて、なんかああいうのってさ、どういう感じなのかなってすごいめちゃくちゃ思ってて、で体もさ絞れるじゃん。行くのめちゃくちゃ夢だったの。だからああいうのやってみたいなって思ったけど、私は思った、あのね、なんだっけ、ジムウェアがちょっとああいうジムウェアだったから、私着るならあのジャージみたいなジムウェアがいいなっていうね。あのジムウェアってさ、ピチッとしたこうタイツみたいなのにさ、ショーパンのこういうスポーツブラみたいなやつに上羽織ってたじゃん。私あんなに出せる自信ないんだわちょっとあの二人細いじゃん。大西も服部も細いしさ、こうお腹もさ、ほんとくびれすごいじゃん。あの二人ってくびれもすごいし、足も細いし、ウエストも細いじゃん。だから映えてたのよね。でもちょっとあれ着るんだったら痩せてから痩せてからじゃないと着れないから、ちょっと、目的にはやってみたいんだけど、あれを着ないといけないのかと思うと、ちょっと痩せてからじゃないと無理だなと思って、ちょっと厳しいなって思います。ちょっと痩せたらね、痩せたら。うん。そう。ちょっと痩せる時間もらわないといけないから、ちょっとね、企画的にはあれめっちゃやりたいなって思ったんだけど、ね、なかなか、うん、めっそうジムは痩せに行く場所、そうなんだ、ジムは痩せに行く場所なんだけど、あのジムウェアを着ないといけないんだったら、ちょっと痩せてからだと無理いや、あの本当に普通にここまでファスナーを締めれてさ、長ズボンのジムだったら全然行く行く。あの二人みたいにスタイル良くないもん。私気痩せするタイプなんだ。気痩せするタイプだけどだって、いいかいいね、グラマーじゃないな、おっちゃりなのそうなの。え、そう、なんかさ、太くないよって言うじゃん。でもさ服着てるからね、気痩せするんだわ。私があの去年の自粛期間中ぐらい痩せてたら、あのウェア着れるわ。あの時だったらあのウェア全然着れる。今は無理
今は無理。去年の自粛期間の夏だったら全然着れるあの衣装。うん、そうそう。え、意外じゃない。やっぱ太って見える。やっぱ服着てて、やばい、服着てても太って見えるようになってきた。やばい、それはやばい、それはやばいそれはやばいな、それはやばい、それはやばいな。頑張ります。頑張ります。もうね、最近ね、おうち時間長すぎて、なんかおうちにいることがすごいしんどいの。一人で隔離して一人でぼーってすることがしんどすぎて、最近マジお菓子をね食べる手が止まらないの。まあね、私よくあるの。だから無意識にストレスがすごい溜まってる時って異常にお菓子をめっちゃ食べちゃうのね。これほんと無自覚なの、自分では。でも最近ほんとそれがひどすぎて、そうだからね、もしもうちょっと写真集のために頑張ります。そう、写真集のために頑張ります。まあ目標はね、どれぐらいですかね、分かんないです。痩せてるぐらいになりたい。そう、次、2月23は天皇誕生日ですが、富士山の日でもあります。今まで富士山の近くでコンサートやイベントをいろいろ行ってきましたが、今でもよく覚えてることありますか。あのね、それこそあの山梨コンサートの時に、あの山梨コンサートの時に泊まってたホテルの朝食のとこから富士山見えてた。めっちゃ綺麗だった。え、すごい、富士山見えてるって写真撮ったもん。そうそうそう、山梨コンサートの時に、そう、あの泊まってたホテルのご飯食べるとこ、朝ご飯食べるところから富士山見えてて、え、すごいんだけどってなったし、あと帰り道でめっちゃ富士山をシャッターで撮りまくったっていう思い出です。まあそれより何よりは、あのあれですよね、それこそコンサートのバックがさ、開いた時にさ、富士山バック見えてたもんね、あれ演出で。みんな覚えてるかな。こう後ろパカーンって桃太郎のように言われて、バック、富士山バックでうちらパフォーマンスみたいな。そう、あれめっちゃ綺麗だったでしょ。あれ私ね、 DVD で見てめっちゃ綺麗って思いました。うん、そうなんですよ、あれめっちゃすごかったよね、ほんとびっくり仰天。あーもう怖い、パキッつった、今もうやだ。じゃあ次ので最後にしたいと思います。ゆりなちゃんこんにちは。俺もスーパーやコンビニに行くとき、まさゆきにチョコレートコーナーに行くほどチョコレート好きになりました。さてて、ゆりなちゃん、チョコレート菓子の新商品はチャレンジしたい派ですか。いやでもね、わかるよ、うん、わかるわかる、その気持ちはすごくわかる。チャレンジしたい、美味しそうって思ったらめっちゃ食べたいんだけど、すっごい思う、すっごい思う。うん、でもゆなちゃんの場合ね、結構質より量なんだわ。そう、結構ねたくさん食べちゃうから、なんか1個ってなるとさ、もう1個じゃん。だからね、本当にたくさん食べたいから結構質より量を選びがち。
から新商品でもこういっぱいあるやつだと食べちゃう。でも1個とかってなるとなかなかねって感じ。でもすごい気になる、これ出たんだって。あの見るだけは見る、めっちゃ見るだけはめっちゃ見る。そうそうなんです、見るだけは見ます。美味しそうと思って見て、こんなんがあれしてんだよな、あーそっかそっかってなっちゃう。そうパーティーパックをね頼みがち。あーその通りです。その通りです。じゃあそんな感じですかね。はい、また今度教えて仰天します。明日でも明後日でもやります。ちょっと久しぶりに教えて仰天があったので、よ嬉しかった、ちょっとやりました。はい、じゃあということで、そろそろもう21時半、また私晩ご飯まだ食べてないんですよ早く食べないと、やばいやばいやばい。じゃ晩ご飯食べてない、そうやばいね。気づいたらこんな時間だった。めっちゃ私あれだわ、すごい時間軸ないわ。え、なんか気づいたらこんな時間だった、ごめんみんな、みんなごめん、ちょっと長い間付き合わせてしまった。でもね、そうあのね、ちょっとなあれなの、だってね、だってこれから舞台のお稽古始まるからさ、まああんまり稽古多分ないとはいえ、やっぱどれぐらいね、やっぱり覚えることがいっぱいで、ショールームする時間がねちょっとこれからもやっぱ短くなっちゃうかもしれないから、できる時にやっぱたくさんやれた方がいいかなと思ったんだ。そうまたねちょっとこれからねどんどん配信時間がミニマムになってくる可能性が高いので、そうそうそうっていう感じです。じゃあランキング見ます。13位アキラさん、12位ワイズさん、11位シンドさん、10位ナッティさん、9位チカイシーさん、8位マックスエイトさん、7位ヤングさん、6位ヒカル 400X さん、500だって、5位ワイマツさん、間違えた、合っとるわ、合っとる合っとる、おお合っとる、すごい。4位あのねミッサが最高だって、おミッサ推しかな。3位 TKHKG さん、2位キリアさん、そして今日の第1位はハル太郎さんです。イエーイ、祝勝。なんか目にさゴミ入ってる、痛い目がはい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけでね、今日のねあれからマジムリの舞台、マジムリの抽選なんていうのよ、販売チケット始まりましたし、推しが考えた、私は毎日チョコとユリナっていう T シャツをね作ったので、それをねぜひゲットしていただきたいのと、あと猫の日のね猫ちゃんのプロデュース生写真もぜひゲットしていただけたらなというふうにね、あとそれぐらいだったかな、かなかったかな、だぐらいだったかなって思うんですけども、ぜひね楽しみにしていただけたら、あちゃ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 届くのね楽しみにしていただけたらなと思います。プラメでもねオフショット、猫ちゃんのオフショット送ったし、ツイッターにも載せたんで、まだ見てない人はチェックよろしくお願いします。あそうそう、今日ねなんかその、 あのちっちゃい頃の写真のやつも届いたらしくて、あのずっと前にね応募してくださっ、応募っていうかの買ってくれてた人のやつね、あのアンケートのやつとかのね載ってるやつ、デラックスボックスみたいなやつね、よかったです。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日からねドボーンですけども、ちょっと私スタートだし決められないんですけど、稽古で大変申し訳ないんですが、ちょっとね皆さんのお力をお借りしたいなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それでは皆さん、また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。